箱根園に行きました。箱根ロープウェイの、すぐ近くです。駐車場料金1000円払いました。はい、それで ここですね。湖畔の一本桜ってやつですね、うん、左側行って行けるんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。やっぱり楽しようとしてはいけないですね。この桜ですね。なんかすごい写真撮ってて。この桜は葉桜になってるのではなくて、花と葉が同時に出るそうですね。うん、このために、まあ、葉桜のような感じで出ているということですね。うまく青空になってよかったです。この桜は寄せ植えの桜で、5本程度の桜で1本を構成しているようですね、うん、なかなかこんな作りの桜は珍しいんじゃないかなと思います。取れないもんだね。なんか遊んだ、遊んだりすると取れそうじゃん。吠えないようにもう教えられてるんじゃないの？Woo!